これでね入れるということ。おお、いいですね。板書ですね。なんかちょっと歴史のある感じで、はい、あそこにねなんか駅舎があるみたいなんで、ちょっとあっちに行ってみようかなと思います。うわ、すごい木材のいい香りがしますね。すごいですね、なんか校内には若狭鉄道の窓口にて硬券をお買い求めくださいと。こっからお金いるということで、ちょっと確認していきましょうかね。入場券見えるかな。買いました、300円。子供は無料ですね。この中には入れないんですけど、まあギリギリまで見えるということで、でこれは若狭鉄道の車両ですね。この今ヤズって書いてある右側ので、これがまあブルートレインですよね。まあ今は使われてないですけど、おそらくね引き取ったかなんかちょっとわからないですけど、イベント向けなのかな。いいですね、結構昔の駅に。禁断の扉を開けようかなと思います。これでね入れるということです。うわ、ちょっとね風の音が大きくて申し訳ないんですけど、すごいですね。おお、いいですね。こういう感じがいいね。すごっ。ほー。見てください。
これすごいですね、立派な感じで、こんだけここ、こんだけ近づけるということです。いやこれ春になったらこの桜がすごい綺麗に咲くんですよね。いやすごいですね、こんだけ近づけると。機械好きの人から、鉄道好きな人までね、結構マニアックシリーズみたいなね感じですね。もう黒びかり、ちょっとお伝えできてるかわかんないですけど、この肉眼ではすごいギラギラ光ってるんですよね。でこれがあの SL のね給水塔というかだとは思うんです。素晴らしい。はい、というわけで今日はこんな感じで終わります。マロ列車もね回送列車なのかな、折り返しなのかちょっと分かんないですけど、こんな感じの、車両でございます。また興味ある方はぜひ、ね、行ってみてください。若狭駅でした。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。